今回はワンピースに登場する犬様の正体について話をしていきます。1110話にて五老星の正体が明らかになりました。それは牛鬼、いつまで、ほうき、馬骨、サンドワーム、この5つでした。これについてはかなりびっくりしたところがありましたね。この五老星の正体から導かれたのが家畜であります。普段は農家をしているので家畜という言葉とか表現はあまり使いたくないんですが、まあ、今回は家畜と言わせていただきます。牛鬼は牛、いつまでは鶏、ほうきは豚、馬骨は馬、サンドワームは蚕、それかもしくはワームっていうことだったのでミミズかもしれないです。ミミズは畑という点で農業と関係あります。そしてここから考えられる犬様の正体はヤギです。ヤギ、悪魔、バホメットです。温厚でおとなしい羊は正義の象徴、対してヤギは神に逆らう異端児の象徴とされてきてます。しかしワンピースの世界では逆転の発想がありえます。海賊だったのにいいことをしたり、海軍なのに悪いことをしたり、そういった逆の発想があるので、ここでは正義と悪が入れ替わってます。こういった考察の動画は出ていると思います。そして次にヤギについて注目していきます。こちらタロットカード、デビルのカードになります。デビルの頭の上には五芒星があるので、これも五老星が出現した時に出てきた魔法陣も五芒星です。奴隷を首輪で、鎖をつけています。これも天竜人がやってることと一緒ですね。そしてこのタロットカードの悪魔の意味としては束縛とか欲深さっていうところもあるので、犬様は欲深かったり嫉妬深い、束縛するっていう風な感じももしかしたらあると思います。コブラ王を攻撃した時の尻尾の形が悪魔の尻尾と同じような矢印のような形になってたので、そこが一致するかなって思いました。そしてこのヤギについていろいろ調べてきた結果ですと、結構ちっちゃい頃読んだ本でガラガラドン、3匹のガラガラドンっていうのがあって、こう橋の渡るんですよね。3匹のガラガラドンが、ちっちゃいヤギ、2番目にちっちゃいヤギ、そしてラストでっかいヤギ、3回目でそのヤギによってトロルは倒されてしまう。でこの橋っていうのがテキーラウルフに関わってくるのかなっていうのであります。そしてこのトロールが巨人族とか、まあいろいろ考えれば考えるほどもや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 してしまうことが多いので、まだまだ言いたいことはありますが、今回はここまでにしておきます。